スティーブン・ヒルはアメリカ合衆国の俳優である。アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身。1947年頃、アクターズ・スタジオでリー・ストラスバーグに支持する。この頃にマーロン・ブランド、モンゴメリー・クリフト、ジュリー・ハリスらもいた。TV ドラマ、スパイ大作戦の第一シーズンでリーダーのダンブリックス役を得る。しかし実生活の彼は、 ユダヤ教を強く崇拝する信者であり、金曜日に仕事をしない条件を契約として突きつけていた。これらはスタッフとの間で確執になり、さらに撮影の途中でシームを演じることを拒否し、これがきっかけで後に降板させられた。その後俳優としての活動を一切やめ、約10年間映画、TV に出演していなかったが1977年に TV シリーズに ゲスト出演し、活動を再開した。後任は、ピーター・グレーブスが、ジム・フェルプスを演じることで、シリーズを確立した。降板させられることを恐れもしなかったヒルは、交代劇をシーズン中に聞き、ショックを感じていたそうだ。なお、ヒルの声を吹き替えた、若山玄三は、引き続き、グレーブスの声も行っている。TB ドラマ、 ローオーダーにアダムシフチケン事役で10年間出演しており、シーズン1から出演していたメインキャストの中では最も長く出演している。ありがとうございます。